皆様、こんにちは。えー、今回は、セイムフットランジという、ピクチャーポーズをね、扱う、えー、まあ、上級ステップですけども、ピクチャーポーズ、初めて踊るという時にもね、この、もう定番中の定番、決まりきった、この素敵な足型ですから、これを勉強されるといいかと思います。えー、そして、さらにですね、えー、超絶優れもののピンマイクを、今回から使っております。楽しみに 皆様こんにちは。ダンサー内藤でございます、えー。お相手いただけるのは内藤陽子先生ですね。えー、っと、解説をしてみたいと思います。ちょっと丁寧にね、解説をしたいと思います。えー、っと、最初はナチュラルスピンターンですが、よくあるパターンは、あのー、ね、ナチュラルスピンターンからターニングロック、ターニングロックトゥーライトですね、こうやってワン、エン、でこう PP にね、普通はプロムナードで終わりますが、これを今回は、 クローズドポジションで終わりますねあの競技会などでもう20年ぐらい前から結構流行ってますね何も PP で終わらなくてもいいので PP で終わらる必然性はないのでここからターニングロックね女性外回りですから結構大きく前進してワンアンドで横にこう出しますねでここでこうすればプロムナードになるわけですがこのままツースリーというふうにクローズドのままします。 えっとプロムナードポジションにならない分だけむしろ楽とも言えますもんねだからまあここはあのその程度理解すれば全然問題ありませんがワンツースリーでワンツーですねでスリーでロックをするので男性も前にかけるのでちょっと細かい説明になっちゃうけどもここでワンツースリーとこうきますね。で通常だといつも いうか時々言ってます足の対応でねこう2本の足がちょうど二人二人脚をする時のようにこう紐で言われてあるようにすると2人が同じ場所に着くということなんですがロックの時に限って言えばあまりここをピタッとくっつけるとこうなってますけどこうすると男性がこの前にかけるスペースがありませんのでその時だけはちょこっとこういう風にあに男性がこういう風にね女性は後ろにロックですからスペースが。 あの男性がスペースを考慮しなくても大丈夫ですけども女性はこの時とばかりにこの足をここに対応してくると通常ならいいんですけどね揃える時だったら問題ないんですけどこの時だけはロックするねこうやってここにここにつけるとロックするスペースがありませんのでちょこっとね開いてきますのでかなり大きめにこう出てでワンエンドときたらツーですね で、スリー、交代に行くということですね。何せ、足を出すときは、あの、タコの足と言ってますように、えっ、ー、と、歩くときと一緒ですから、ステップするときに、上半身よりも少し先回りして足を出せばいいですね。横に出すんだったら、あ、先生、外、今離れちゃってる映、映らないから、後ろにいてよ。ね。えっ、ー、と、横だったら、こういうふうに、体よりも少し先回りして、 そして交代だったら少し先回りして後ろとこういうふうに感じにすればいいのでねなので、えー、例えば角っこに向かってナチュラルスピンターンそしてワンツースリーワンエンドツースリーといきますねそしたらここからクイックオープンリバースに入りますのでこのまま一歩だけ入れてワンツーアンドスリーといきますね よくあるパターンですねクイックオープンリバースはあのこの足から1と出ればいいんですけど今 PP で終わって PP じゃなくてクローズで終わってるのはこれが3ですから一歩この足を入れないといけませんねなのでこれを1として次にクイックオープンリバース2ですがこれはカウントは2なのでそういう意味では10から出たい10から出ても構いませんが習慣的に 多くの選手はこれはヒールから出ますので2だけどヒールからね 2&3 で,ツーエンドスリーでここからも例えばここでピボットをしてから何かスローアウェイ合わせをするとかもありますけれどもここはあのもう非常にシンプルにえー、っとこっちの方が見やすいかななのでターニングロックをクローズで終わったら 12&3 そしてホバーですねホバーをビヤビヤビヤっとしたら シュッと変えて、えー、っと、女性は、えー、左足体重で右足を引きますね。で今こっち LOD ですけども、ちょっと分かりやすいように45度回転しましょう。そうするとカメラから見やすいですもんね。で、セームフットランジをします。ワン、ツー、スリー。ワンで頭を変えるね。女性の頭ヘッドチェンジとかヘッドターンと言いますね。そしてツー、スリーで引き上げて、まあ、 よく4の字、ね、ここがちょうど4の字に、数字の4に見えるので、4の字と言ってますけども、2、3、ね、ちょっと待ってね、もう一回、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーですから、女性は頭もまた戻してクローズになった方がいいね、ツー、スリー、そしたら次にキックするんですけども、えっ、ー、と、よく見かける例は、ワンで、まあ、パンチをつけて、ワンとやってしまう人も多いんですが、ワルツなので、えっ、ー、と、 ツー、スリーで引き上げたら、ワン、ツー、ポワという風に、空中に消えていくようにね、ワン、ツー、えー、っと、ワン、ツー、スリー、そしてワン、ツーね、パーンではなくて、ワン、ツー、ふわっといくといいと思うので、カウントスリーで柔らかくキックしましょう。ね、ワン、ツー、スリー、ワン、先ほど説明しましたね、そしてツー、スリーでこの、 待機というか待ちの姿勢ね。待つ。キックを待つ。そして、ワンでいきなりキックせずに1、ワン、ツー、ゆったり始めて、スリーもふわっと。その時できれば、ライズをして、スリーでライズをして、頭も全部がふわっと放射状にね、ふわっといくといいので1、ワン、ツー、スリーとしますね。ただ、これは標準的な一つの型を言ったまでで、 今はもういろんな選手がいろんなリズムとカウント、ね、例えばワンでキックする場合もあるもちろん何にもいつも年がら年中弱くキックしなくてもねそういう弱くキックふわっと優しくキックしてる中でそこはスパーンとやればまたそのやり方も非常に目立っていいわけなので、ね、いろいろありますけども、まあ、一番よく踊られる分かりやすいパターンは今やったのはまあ一番これでね迷うんだったらこれで。 いいし何か習ってらっしゃる先生があればその先生の通りにね23124そうしたら次にバッというふうにちょっと単語のように強めに1というふうにいきますね今まで柔らかかったのでここだけパンと女性右を向きながら、えー、っとセームフットランジをします全部柔らかくするのではなくてレイアウトですねレイアウトデザインといいますね、えー、少し。 その中でどっかを強くするという、ね、そしたらワンツらスリーでとりあえずクローズになりますねえっ、ー、とまあよくあるパターンとしてはクイックテレマーククイックオープンテレマークといってワンツじゃなくて、まあ、キック終わったとしますねキック終わってワンアンドツアンドスリーというのもありますもちろんこれも OK ですね それからさらにステーショナリーピボット今のに似てますけどもここでワンときたらワンアンツースリーという風にね女性はヒールターンせずにそのままツーでアップしてツーでアップしてスリーでピボットしてそして何か行くというねちょっと2種類やってみますとえー、っとキックからやってキックじゃなくてその前からやってみますとワン ワンツースリー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 4の字ねそしてワンツースリーワンアンドツーアンドスリーがオープンテレマークですね同じ向きもあれなので今度こっち側からしようかなワンツースリーワンツースリー ワンツースリーワン、ね、ツースリー4の字そしてワンツーポワッとしたらワンでステーションレピーット。ギュン上がってグルン、ね、こういう終わり方も当然いいのですが今回はもっと簡単に、ね、これ結構ねクイックテレマークとかね女性も大変であの、ね、押されてなんかぶつかっちゃったりねあの結構大変なんですよねなのでさっき言いました セームフトランジシュパね、セームフトランジバッとしましたらツースリー簡単ですねでライトシャッセにつなぎますワンツーアンドスリーですねでこれ今どっちの方向に向かってるかというと当然あの、ねえー、説明のためにいろいろ角度を変えてますけどクイックオープンリバースとかはフォーラーウェイと一緒で中央斜めじゃないですかねなので 例えば、もうペン最初からやってみると、こ,こっちのコーナーに、あの、始めて、ちょっと小さくね、スリー、ワン、ツね、ナチュラルスピンターン、ターニングロック、トゥー、ライトをクローズドで終わるね。そして、えっ、ー、と、中央斜めに、クイックオープンリバースから LOD に沿って、ホバー、ハイホバーから、セイムフットランジ、ね、もう、 何回もやったので覚えていただきましたね。そして1 2ワン、ツー、ポワで、シュパッと来たら2、ツー、スリーとこう来て、そしてワン、ツー、アンド、スリーですから、ちょうどコーナーに、えー、っと、交代してるわけです。男性はね。女性は角っこに、えー、っと、前進して。で、こっからですね、まあ別に一番簡単なのは、ここでスリーで今、ライト車線終わったら、 クイックステップで使うランニングフィニッシュですね。ワン、ツー、スリーと。これで終われば、あ、これで終わるというか、ナチュラルターンにすれば一番いいんですけど、それでもゲーがないので、ここからちょっと変わったステップをしましょう。えっ、ー、と、スイブルリルトというやつですね。スイブルリルト。えっ、ー、とライ、ライトシャステちょっと、ちょっとだけスペースがいるので、あの、ここの部分をあのフォーラウェイリバース、 テレスピンのようなのをするとかなり距離が伸びるんですけど今これクイックオープンリバースだけしかしてませんのでねクイックオープンリバースからすぐホバーをしましたので LOD の真ん中ぐらいにもちろん会場によって色い々ろいろあるんですけど LOD の真ん中ぐらいね競技会だったら真ん中ぐらいいるのでまだかなり残っていると思ってくださいねなのでそっからライトシャッセからワンツーアンスリーそしたら男性こういう風にスイブルねレフトサイド レフトサイドじゃないリバースアウトサイドスイブルをする要領で1ときますねそして2はヒールから出て、えー、とこれ何をここからするかというとタンゴのこのプロムナードリンクでこういうふうにね、えー、と戻ったでそれで2人で一緒にぐるんとさらにピボットするというこういうステップをするんですねそれをまあライズをつけてするので単純明快です今 セームフットランジからこの向きになってワンツーエンドスリーワンそしたらツーで上がりつつ女性はクローズドに戻ってそしてえー、っとターンンして足をターンインして男性もこういう風にしてさらにピボットこれ今ライズしてますもんねツーでスリーとここまで来ますねそしてこれ左回転そしてスローアウェブ合わせをしましょうワンツースリー ワン、ツー、スリー。ちょうどコーナーですね。そして、まあスローオーバー性の終わり方の、これ、こっち行っちゃうともうスペースありませんから、ルドルフ。ワン、ツー、スリー。そして、ワン、ツー、スリー。ね。もしくは、PP になって、シャッセフロン PP とか、まあまあ、これはまたこっからの話ですから、とりあえずここで、今回のルーティアンは終わりますね。なので、 えーっとちょっとそのリルとの説明をしておきましょうねえー、っと男性はワンツーアンドスリーここっち来てくる <laughs>、ね、先生が離れちゃうとあのカメラがどっちを追うか迷うのでなるべく近くでねスリーそしたらこういうふうにここに女性が入ってきますからワンねそしてツー女性をクローズにしてでちょうど、えー、ちょうどというかね 3そしてスローね足をしっかりターンインしてワンツースリーワンツースリーそしてワンツースリーワンツースリーですね女性はこうですね女性はライトシャッセワンツーアンドスリーときましたそしたら男性がちょっとこう斜めに下がるのでそこに足を入れつつ 1ワンで軽くスイーブルしたら2ですけどヒールから出て2とねこれリルトと言いますがリルトはね軽くふんわり上がるという意味なのでここでふんわり上がってそしてこの足を単位もももしっかり締めて3そしてその回転をさらに継続してスローアウェーをバスへねシューッときたら起き上がりつつ1 で、アウトサイドチェンジをクローズもしくは PP でしますねえもうっぺん違う角度でお見せしましょうこっちのコーナー行くとしたらこんな感じですねえっと要するにここでこっちの LOD からやってきてセームフットランジバインとしたらツースリーそしてワンツーアンスリーワンツースリーワンツースリーワン ワンツースリーワンツースリーこういう感じになるのでまあこれでねちょっと長いですけどもねだから説明も長くなっちゃいましたけどこれで頑張りましょう。<music> ごご視聴誠にありがとうございました、えー。もう少しでですねチャンネル登録者が1000人になるのでチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げます友人とかですね、えー、お友達とダンス愛好者巻き込んでください、えー、それからピンマイクどうでしたかね声割れ音割れとかですね反響音がなくて聞こえやすかったのではないかと自負しております